アンドレ・ハーンは西ドイツオッテルンドルフ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2008年にハンブルガー SV のリザーブチームに加入し、キャリアをスタートする。2年後の2010年に FC オーバーノイラントと契約するとすぐさま頭角を表し、2010から11シーズンの前半戦で15試合8得点の活躍を見せ、3部のトゥース・コブレンツへ移籍する。 ロートバイス・アーレン戦でデビューすると、11位で終わった、チームの中でその後も15試合に出場する。しかしコブレンツは、財政難のためサンブリーグからの撤退を表明し、対談を余儀なくされ、キッカーズ・オフフェンバッハに移籍する。オフェンバッハで42試合に出場し、評価を高めると、2013年1月に、ブンデスリーが一部の FC アウクスブルクに移籍する。 すぐさまレギュラーを獲得し、後半戦17試合のうち12試合に先発出場し、チームを残留に導いた。翌2013から14シーズンは前半戦だけで6得点を挙げ、前半戦で最もインパクトを残した選手の一人として評価される。2014年3月30日、翌シーズンからボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍することが決定した。 ユース年代での招集歴はないが、2013から14シーズンでの目覚ましい活躍が評価され、2014年3月5日のチリ代表との国際親善試合に招集された。なおこの試合は、出場機会はなかった。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。ゴール、ボルシアメンヒエングラートバッハ。 ドイツ代表ハーンを獲得。14.331閲覧。ありがとうございます。